思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダムシード。ハイグレード。フリーダムガンダム。それでも守りたい世界があるんだフリーダムガンダムとは、機動戦士ガンダムシードに登場する、番組後半の主役モビルスーツである。正式名称フリーダム。乗るのは当然キラヤマト。市販キラヤマト。競合者ラクスクラインでもって、ロールアウトしたての機体をザフトからパクった機体なんどすえ。ニュートロンジャマーキャンセラーを使用することで各エンジンを搭載できた恩恵により、出力と稼働時間が大幅に向上。当時最強のモビルスーツとして完成したのだぴょん。俺様のガンダムは世界一。もともとの設定では、プラズマビーム砲とレールガンを展開、マルチロックオン機能を利用したフルバーストモードで戦線を乱し、背中の10枚のウィングをすべて放射状に展開した、高機動携帯のハイマットモードで突撃して、敵を格好撃破する戦法を得意とする機体だったのだけどもね。両方の携帯を合わせ持つ、ハイマットフルバーストモードなんてものをアニメ本編で登場させちまったために、当時のプラモデルに反映できなかったのですよ。参ったねー。この機体のみならず、ラクスクラインというアゲマンをもゲットしたことによりキラ様の運気は急上昇。すっかり人が変わっちまって前半のヘタレっぷりが嘘のよう。いやいやどうして、男は女次第で変わるのよん。私と仕事、どっちが大事？なんて、可愛いことを言ってくれちゃうのは最初だけだよ皆の衆。月日が経つと、金のことしか言わなくなるパティーン。がぜんやる気になったキラ様は、盗んだバイクで走り出すノリで最終回まで突っ走り、勢い余って続編のガンダムシードディスティニーにも乱入。主役のはずのしんちゃんを脅かし、ついには後半の主役の座を強奪したのよ。あいたたたー。キットの値段は1500円。2003年6月の発売だったのさ。フリーダム神話が始まった。第35話、舞い降りる剣での伝説の登場シーンを見て、フリーダムのキットが欲しくなった野郎どもにはまさにタイムリー。プラモデル売り場からは本当にフリーダムが消えた。消えちまった。どこ行ったんだよ、こんちくしょう。仕方ないんで、ハイグレードユニバーサルセンチュリーのジム買って帰ったやねー。とほほほほー。しかーし、模型屋の親父がのたまうには、時が経つにつれ。なんかこのキットかっこ悪い。なんて声が増えたらしいよ。おかしいね。大河原設定遵守のいいキットじゃんかよー。それがいかんかったんかーい。頭部がでかい。頭身が低い。ウィングが短い。まあ、ウィングは大きすぎるとキットの自立に問題があらねー。え？シールドの接続方法が違う？ビームサーベルが手と一体成形？しかも、合わせ目が目立つ？色分けがいまいち？そんなもんてめえでなんとかできんのかい。でも、7月に発売されたジャスティスを見て思ったね。あれ、フリーダムより出来がいい。クリアピンク成形のビームの刃はついてるし、プロポーションは劇中重視でかっちょいい。なので、フリーダムと並べると違和感バリバリなのよ。なんだこれ？フリーダムの武器は、ビームライフルと、手と一体成形のビームサーベルにシールドが付属。ビームサーベルもなんか短い印象なんどすえ。クリアピンク成形の刃はつかないんで、他のキットからの有用が必須。当時はデュエルガンダムのものを有用するのが定番だったりした問題。腰のサイドアーマーにマウントするビームサーベルを改造すれば、連結形態も作れるよん。とはいえ、ハイマットモードやフルバーストモードは再現できても、例のハイマットフルバーストモードは再現できないのよね。マスターグレード以降のキットはハイマットフルバーストモードにできるんで、今なら最新キットを買った方が楽ちんなのよ。そうなのよ。このキットは、大河原版と割り切って作るのが良いと思う今日この頃なのでございます。ちゃんちゃん。悪いキットじゃないんだけどね。